武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、近畿大学の地理の勉強について話していきたいと思います。地理ですが、時間60分に対して大問が3題出題されております。で、選択問題、ですね、ですが、問題の多くが、地図問題やグラフの読み取り問題が、中心となっています。で、地図の読み取りは結構その、ちょっと難しめなやつも、出てきていますので、地図を読み取る練習は過去問でしっかりやっておいた方がいいでしょう。ただレベルとしては、とはいえ難しいとは言っても日大レベルの知識あれば十分対応できるかとは思います。ただ慣れてるか慣れてないかっていうところが大きいので、過去問の練習は、しっかりやっておきましょう。で、統計などの読み取りに関しても、最低限基礎の知識一通り入っている前提で、それプラスここに与えられた情報をちゃんと読み取れれば十分対応できますので、日大レベルの参考書を徹底的に仕上げる、そして地図や統計に読み慣れておくということを意識して学習をやってみてください。以上が地理の勉強となります。